北島先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今回20代の男性の方からの質問で、はい、初心者のうちはマシンとフリーウェイトどっちをやった方が筋肉を効率的に大きくできるのかっていうところなんですけども、ご回答の方よろしくお願いします。はい、これはですね、まあ、初心者ってマシンからスタートした方がいいっていうイメージがあるじゃないですか、はい、まあ、どっかスポーツクラブ入会して、まあ、初心者はあのマシンをやったりとか、あとまあリハビリとかだとマシンが結構あったりとかして、まあ、あのマシンって初心者のものかなってイメージが強いんですけども、はい、あの早く筋肉を大きくすることを考えた時に、初心者はマシンよりもフリーウェイトの方が断然早く筋肉を大きくなります。はい、でまあ、その理由っていうのはですね、筋肉ってあの今ある限界の力を超えるようなことをやらないと、まあ、大きくならないんですよね。まあ、筋肉っていうのはその環境があのこういう環境にいるから筋肉大きくならなきゃいけないって言って、だから違った環境を与えなきゃいけないわけです。筋肉は必要な環境を与えなきゃいけないんですけども、そういう時にあのただシラフでやってても筋肉はやっぱ限界を超えないので、アドレナリンとかドーパミンとかこう闘争ホルモンっていうんですね、戦う時とか逃げる時に出る緊急事態のこのリミッター解除みたいなホルモンを出さないと限界を超えられないので、そこを使いたいんですけども、マシンっていうのは結構安定した動きなので、あの危機感が全然ないんですよね。ですから初心者はその危機感がない中で、まあ、ガッとこう集中して筋肉に刺激を与えるってことはなかなか難しいんですよ。だけどそれに対してフリーウェイトっていうのは重いものを持っているので、勝手に危機感というのは感じられるんですよね。まあ、この重さは足に落としたらどうしようとか、ぶら下がってたりしたら懸垂なんかでぶら下がっている場合はもう落ちたら死ぬかもしれないっていう本能が働くので、必然的にあの防衛本能からリミッター解除するっていう状態が起きやすいんですよね。ですから初心者でもちゃんと正しい運動ができればフリーウェイトの方が断然速くなるんですけども、ただ初心者がやっぱり最初にジムに行った時にフリーウェイトってすごい動きがすごいいろんな動きができちゃうので、はい、うまくやるのは難しいんですよね。でそこでジムの初心者説明会とかで一日一人一人フリーウェイトを教えてたら、もうスタッフの手も回らないし、あとうまく教えられない、あとは怪我する可能性もあるわけですよね、そのうまくできなくて。だからマシンで無理をしない範囲で体を動かさせればいいやっていう感じで初心者にマシンっていうイメージになっちゃったんですけど、どちらかといえばこの初心者にマシンっていうのは効果を出す方向ではなくて、ジムの運営サイドとして運営しやすいっていうところで、初心者イコールマシンみたいなイメージがちょっとついちゃってるんですよね。あ、なるほど。自分はなんかマシンを最初に使って筋肉の使い方とか覚えた後にフリーでそれを応用させるみたいなイメージだったんですけど、最初からフリーの方が、まあ、そうですね、危機感という意味で、そう、危機感という意味と、あとは意外とマシンって筋肉の意識をするのは、はい、上級者は割としやすいんですけど、はい、初心者のうちにマシンで筋肉の意識するの意外と難しいものもあるんですよ、うん。まあ、例えば今だとプレートローディング式って言ってプレートをつけるようなちょっと上級者向けの、はい、これピンで刺すんじゃなくてわざとバーベルに使うこうプレートをつけてやるようなマシンで、背中のマシンでも何種類もあるやつっていうのは、はい、結構角度が決まってて筋肉の意識しやすいんですけど、それはあくまで上級者に向けた場合なんですよね、うん。筋肉を意識できる方法が分かってる人がそういうマシンを使うことでうまくコントロールできるんですけど、マシンっていうのは、まあ、サイズシートの高さはある程度変えられるけど微妙に自分の関節に合ってないことがほとんどなんですよね。どうしてもやっぱり平均的な、特にやっぱりアメリカとかヨーロッパから来てのマシンが多いので、アメリカヨーロッパ人の骨格に合った平均値で一番使いやすいようにできているので、僕たちみたいに結構そのマシンをある程度キャリアがあって使う人っていうのは若干座り方を変えたりとかこう工夫していい位置を探して効かせるようにやってるんですけど、それをなかなか初心者の人はできないので、マシンの方がコントロールしやすいっていうことは本当にごく一部の関節がそのマシンに合った人しかないです。逆にマシンっていうのはうまくちょっとシートの座り方をずらしたりとか、ちょっと肘の位置とかちょっと変えたりとか、反対向きに逆になっちゃったりとか、いろんな方法をやって自分に合いやすい、あと可動域ここからここまでだったらいいけど、ここを越えると変な方向に行っちゃうなとかっていうマシンも結構あるんですよね。
ですからそういうのが分かってる人が使う分にはあのメリットがあるんです。まあメリットとしては上級者の方にむしろあってですね、あのうまく使えばその筋肉、体を支える筋肉をあんまり使わないで、あの腕とか肩とかあの背中だけを使えるので、あの心拍数が結構上がらないんですよ。ですから結構筋肉だけを追い込むことが結構できるようになって、やっぱり筋肉が大きくなってくると心拍数が上がりやすいので、息切れする前に筋肉をために早くガッと追い込みたいんですけど、その時にフリーウェイトだけだと特に下半身なんかぜい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 いっちゃって、もう追い込めなくてもマシンがあるともう足だけパンパンになるように追い込めたりとかするので、上級者にはすごいいいですね。ただ初心者にとってはその体幹から何か全部使わなきゃいけないっていうのも結構メリットの一つなんですね。フリーベイトとしてはやっぱり立ってこうバーベルをこう上げると体を支えるために体幹もしっかり使って、でちゃんとバランス良ければバランスいい体幹の使い方を覚えるわけです。でそれを最初からマシンでやってしまうと腕だけを使うようにうまくできたとしても、この体幹とかデタラメでも腕だけ鍛えられちゃったりとかすると、今度はその全身のバランスを取るときにですね、あの体幹だけあの発達が追いついてなくってまともにワークアウトができなくなってしまう可能性もあるので、あの初心者のうちからフリーウェイトをちゃんと覚えて体幹の使い方をきちんといいバランスを使えるようになって、で体幹の筋肉とその腕の筋肉とかのバランスがちゃんと取れて、まあそれこそ何かスポーツに役に立たせるんであれば、その体幹バランスとそのあの末端の筋肉のこのバランスっていうのがうまく取れてなかったら使い物にならないですし、あのまああえてそれをもう一箇所特化させて大きくさせるためにマシンとかって使う上級者のやり方もあるんですけど、どちらかというといろんなことを総合して考えて初心者はフリーベイトの方が効果が出やすい。でまあ、あのただ難しいですけどね、フォームがすっごいいろいろあるのでかなり難しいので、それはやっぱり ある程度勉強しなきゃいけないんですけども、ただその最初はあのマシンじゃなくても可動をすごい狭くして筋肉の意識だけを最初することを考えて、そこからちゃんとあの全体で使うやり方をしたらどうなるのかなっていうふうに覚えていくのも一つの手です。ただやっぱフリーウェイトの立ち方とか足の重心の置き方とか体の姿勢とかすごい気にしなきゃいけないことがあるので、まあでもそれは他のスポーツも全部一緒だと思うんですよね。今日からゴルフを始めましょうとか言ったらいろいろ修正されるじゃないですか。でやるまでにやっぱりフォームかっちりできないと、その立ち方とかバランスがちゃんとできないとまあ触れないわけじゃないですか。それと同じだと思って、もう変わる一つするにしてもそのちゃんと体のバランス、まあでもまあ一個の体のバランスが取れればあとはみんな応用編でほとんど同じなので、まあその今日からゴルフを始めましょうとか野球を始めた時とかテニスを始めましょうとかそういう人とかと同じで、まずその基本の方もきっちり理解してフリーウェイトから入ると早く大きくなりますね。じゃあ例えば足のトレーニングだったらレッグプレスとかよりもまずはスクワットを覚える、はいはい、そっちで体幹とかも鍛えるっていう方を優先した方がいい。そうですね、あの足のあのまず立ち方でどういう反応が起きるかっていうその体の使い方ですね、そこがすごい大事なんですよ。でそれこそまあ、あの例えばある程度高齢の人だったらそこでつまずかなくなったりとかするので、結構そういうパターンもあるんですね。最近なんか年取って つまずきやすくなったっていうのが、あのスクワットきれいな姿勢でやったらつまずかなくなったっていう、それはバランスの取り方もうまくなったりとかするので、まあ初心者で本当に足を太くしたいっていう人もそうなんですけど、まずある程度年齢いってちょっと体をあのスッキリさせたいっていうぐらいの人でもフリーウェイトのバーベルからやった方が実はいろんな効果がある。まあもちろん太くしたい人もその体幹の使い方とか上手くなるので、あの早く大きくなるためにはまずスクワットを最初にやって、できるようになってからこの一部足の一部をレッグプレスとかであの鍛えるコントロールを使い分けができる方が全然あれですね、早く大きくなるし、その先にも行きやすくなりますね。あの結局他のスポーツでもそうだと思うんですけど、例えばまあスキーみたいのを考えると自分で自己流で滑れるようになったっていうと、もうそこから先行けなくなるんですよね。だけど最初から基本から綺麗にやってる人っていうのはずっと延長線上にすごい上手いところまで行けるっていう、それに近い感じでマシンで適当にバッてマシンあの足を作っちゃうとある程度で止まっちゃうんですね。でその先に行けなくなっちゃうっていうのは、その先にまあいろんなところのバランスが取れてなくって、要は足の筋肉だけ太くなったので、あのもうそこから先は変なフォームでスキーを覚えちゃったのと同じような感じで、あのアレンジが効かなくなっちゃうんですよね。
ですからスクワットでちゃんと綺麗なフォームで体幹バランスも綺麗にとってちゃんと基本が身についた状態からステップアップしてレッグプレスをやるってなるとまたじゃあ今度は他のマシンがあっても応用が効くんですけども、まあ、幅を広くしたり狭くしたりとかいろんな応用があったりとかあとは新しいマシンが出てきた時も応用が効くんですけどそのマシンだけを使ってちょっと筋肉がついちゃったっていう人は他に潰しが効かないみたいな感じでまあじゃあ足の筋肉ついてからじゃあスクワットやってみようって言ったらスクワット、まあ、足の力なのにバランスが取れなくって動かなくてできないとかってなっちゃったりとかしますし腰痛めちゃったりとかすることもあるしだから最初にあのバランスを取んなきゃいけないっていうフリーウェイとかが入るのは長い目で見ても近道ですしあの、まあ、その場で見ても結構な速いスピードで大きくなるっていう。あの可能性は高いですね。なるほど。じゃあフリーウェイトでまず基礎を作ってそこから足りない部分をマシンとかで応用していくっていう考えがいい。そうですね。ステップアップにマシンを入れてさらに効果を上げてあげるって考えた方があのスムーズに大きくなりますね。なるほど、はい、じゃあ初心者の方ぜひフリーウェイトを覚えてからマシンを使うようにしてください。北島先生本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。